こういうオフィシャルチックなこともやるんですよ、意外と。反則です。トリッピングじゃない？シュート。全部わかるから、クリさんのやつ。結構昨日からみんな疲れてんじゃない？おお、すごい。横出したい。攻め上がってるわ、カズマスさん。どうぞどうぞどうぞ。本当上手。ボール前にフェイさんがいたっていうのが怪しいな。ゴールだ。あれ？でも黒ゴールだと思う。入った。誰いるかな。意味ないでしょ。
負けるんかい。そういう時言って負けられた方負けるの。そうなんだ。動きづらいから先に。確かに。もう一回失敗したらペナルティー。先に動きづらいのに。バックハンド戻るんじゃない。戻んなかった。うまっ。ちょっとユートだと信じたいな。あ、でもまずい顔したな今ユート。疲れてる。タイガーだこれ。人の場所に関わる。勝ってっから。はいっす。守っ持ってるところでフェイスオフするのか、守ってて自分のハンドが右なのか左なのか、フェイスオフの場所が右か左かで、相手が右か左か、どういう持ち方してるか、敵がどういう吹き方してるか、全部見なきゃいけないセンター。その上で最後力必要だったりするから。センターで見てもタイガーも敵の位置見て味方に指示して、ユートの反応見たり、ユートも敵の突き方見たり、大変なんだよセンターフェイスオフ。先生これセンターじゃないんだけど、今休憩時間あるからすごい喋れてる。試合だったらもっと短い時間で判断しないといけない。どうする？これウイングだから分かる。守りはよく気にするかな。
フェスオフ一発っていうのよくあるし。あれ、イチゴムーブっていう。スタートの2、3分の時にこう左手をめちゃめちゃ上げるっていう。2回、3回ぐらい。イチゴさんがよくやる動き。おー、チャンス。ピリオドの終わり際とかやっぱりすごい気にするからみんな。普通の試合だったら5分。5分。やっぱピリオド終わりとか失点するとちょっとまあ嫌な空気で終わっちゃうから。ごめんじゃい。すぐあれやるんだよ、せいさん。大事じゃないかって。また抜けてポストしたんじゃない今。多分。痛いんじゃない今の。みんなで遠いの歯を探してんの見つかんないでしょ白いもん。
どんな競技でも多分一緒だけど、失点した次のプレーがすごく大事で、シフトでまた黒が失点して、もう赤の方に流れが寄っちゃうっていうことが嫌だから、ここはすごく意識して相手のゾーンでやろうやろうっていう考えて黒はやるんじゃないかな。しかも、クリさんの向こう側のディフェンスが J でしょ、シュート持ってるし。ただ、タイガのハンドがライトだから。内側には引きづらいから、ね、引かないと思うんだよ、内側には。タイガが勝ってどうするか、みたいな。
疲れてるね。激しいね。フラッシュの応酬だ。ここまで来ると待つのかな。行くんだ。衝撃的な。本当今。入ったことにするのかな。ビデオサポートシステムやってるんじゃないですか、これ小川コーチ。ブズワっぽかったけどな。ゴール、ゴールだって、うん、よかったんじゃないですか、今日昨日、今日と2日間結構ハードに走って当たってゲームなかったけど。Thank you.